そうですね、もう本当に正直なところを言いますと、もうようやくできたっていう感じですかね。聞いてるとなんかレコーディングした時の、記憶とかいろいろ曲のたんびにこう思い起こされて、まだなんか無邪気な気持ちで、純粋に無邪気に聞けてないですね、まだね。そのうちそうやってね、なんかいいな、かっこいいなとか思って聞けるようになると思うんですけど、今んとこ、ああ、ようやくできたって、そんな感じですね。まあ、曲が多くてとか、そういうのは多分他のメンバーも言うと思うんですけど、まあ、それのせいで苦労したのは多分僕よりも他の、ね、メンバーでね、いっぱい、苦労した人がいると思うので、僕はキーボード的にはライブでできないこと、レコーディングだからできることをいろいろトライしてて、ピアノとエレピと、オルガンと、今回は、鍵盤ハーモニカなんかもね1曲使ってますけども、そのアレンジと言いましょうか、そのライブでは普段やってないことを、レコーディングでのようにイメージして、一応もちろんアレンジ作ったりとかはしておいたんですけど、それを実際に形にする、そこが、まあ、やりがいもあったし苦労しました。聞きどころはそうですね、せっかくなんでそのキーボード のさっきのことと被りますけども、全部ね生楽器を使ってます。グランドピアノはもちろん、エレピもウーリッツァっていう本物のエレピ、電気は使ってるけど、ちゃんとウーリッツァってこの鉄の板をポン、鍵盤ハンマーで叩いてる、ちゃんとしたアコースティックのエレピと言いましょうかね、本物のウーリッツァっていう楽器と、それからオルガンもくるくるスピーカー回して、アナログの音でオルガンも撮ってますし、それから鍵盤ハーモニカだったり、全部本物の音を使ってますので、そこら辺を、感じて、いただきたいと思います。はい、NF4 も結成10周年を迎えまして、まあ、みんな10年年を取りましたけどもね、心技体充実しております。リーダーの酒量も充実し、酒の量も充実しております。これからねライブでは逆に、ライブでは、CD で表現できなかったその時のこう音の爆発といいましょうかね、メンバー同士の、このその瞬間の音を楽しんでいただけると思いますので、ぜひライブも楽しんでいただきたいと思います。この、今後も NFO 頑張っていきますので、今後ともよろしくお願いいたします。